トマ、オラ来え。オラ、トマの彼女だからよ。ミサオに恨まれてるかも。心配すんな、乙女。俺が守ってやるって。はあ、トマ。お前は本当に優しいな。はい、というわけでパート2始めていきたいと思います。どうも皆さん、こんにちは。お元気ですか？というわけでね、前回、鬼瓦会長のところでセーブをしたので、探索していきたいと思います。アイテムは装備しないと効果がないぞ。はーい。ドラクエみたいな忠告を聞きましたね。じゃあ、行きますか。血だらけだよ。植木鉢、特に変わった様子はない。動物。校長の西田。バツガツバツ日曇り。非常口扉の鍵をバラの花瓶の中に落としてしまった。誰か拾って。日記なのに。特に変わったものはない。というわけでね、非常口扉の鍵をこの中に、この花瓶の中に。これがね、花瓶だって、そう、わかりづらいけど、花瓶なんです。花瓶の中に落としてしまったと。花瓶だ。テーブルに固定されていて動かせない。調べますか？で、これで、壊そうとすると、素手で壊すのは無理だって出るんですよね。で、今度調べようとすると、はい。チャポンチャポン。いた！バラの棘が刺さった。うっ！バラは毒を持っていた。秋の体中に毒が回る。というわけで、ゲッ！死んでしまいました。諦めないと。まあ、こんな感じで、なんていうのかな。なんか、すごく死にゲーなんですよね。それがまた魅力なんですけど。あ、そう。で、ここは何もしず。まあ、素手以外で壊す方法を探しに行きましょうと。そんな感じです。で、こうやって三角にね、なってるところは入れるんですよね。なので、あやかちゃんがいました。あやかちゃん。あやか、無事だったのね。秋、ちょうどいいところに、今がチャンスよ。今なら誰もいないから、倉田先生のデスク調べたい放題よ。何バカなことしてるのよ。今はそんなことしてる場合じゃないでしょ。学校が大変なことになってるのよ。見てよ、一番上の引き出しの中。倉田先生のラブレターでいっぱい。まったく、誰なのよ、私の倉田先生にラブレターなんか送ったやつは。どんなことが書いてあるのか調べてやる。あやか、そんなのどうでもいいから安全な場所へ逃げましょう。ダメダメ、これ全部見てから。それに一番下の引き出しもまだ見てないんだから。逃げるならあんた一人で逃げなさいよ。もう、知らないから。どれどれ。先生のこと、超愛してます、ハート。先生のパンツ、洗いに行きたいな、ハート。誰よ、先生にこんな低能文章を送りつけたやつ。ん？最後に名前が書いてある。先生大好きな、あやかより、ハート。あたしか。かわいい、かわいいよね。あやかちゃんかわいいと思うんだ。一応調べようか。よいしょ、あれ。あれ、ちょっと待って。入れないよ。こっちから回ろうか。っていうかね、ゲームはいつも私 RPG をやるか、まあ、生放送だとホラーノベルをやるんですよ。で、アクションがね、恐ろしく下手くそで。お、手向けよ。そうだ、クイックセーブがあります。で、ここになんか紙があるからね、なんかやっぱり調べたくなると思うんだよね。紙が落ちています。拾いますか？はい、拾います。お前は死ね。というわけで、先ほどしたクイックセーブが役に立ちました。よし、じゃあトイレ、男子トイレに入ろう。男子トイレに消火器だ。すごい、なんか雷が鳴り始めちゃった。大丈夫かな。あ、いたよ、トーマが。いやー、来ないで。お、乙女。トーマ、助けて。トーマ、いやー、助けないと。何か悪霊を追い払う道具は。悪霊体、ダメだ。私が持ってるアイテムじゃ役腹が立たないわ。もっと強力なものを探さなくちゃ。トントン、トントン、トントン。入らない。消火器、消火器ちょうどいいわ。これであの悪霊を。ドーマン、セーマン、ドーマン。早乙女さん、よくも早乙女さんを。化け物め、これでも食らいなさい。あーん、汚
貴重な女の子が助けてあげられなくてごめんね。すごいな、消火器1個でこんなことができちゃうんだね。アキちゃん強いね。そして所々にある猫、猫の足跡。アキちゃんかわいい。あのミルキーのあれみたいだった。うふふ。何もないと。ドキドキ。保健室。これ保健室といったら人眠り。こんなところでね、人眠りしたらなんかもう二度と起きれない気がするみたいな。そしてこの囲まれている、囲まれていた恐ろしい。クイックセーブ。助けてー。あー、吉野さんが助けを求めています。二の絵、イケメンランキングのポスターだ。金田一はじめ。ソルトマンドレイクについて。ソルトマンドレイクの根っこは塩でできています。根っこをこすると塩が採取できます。根っこをこするとね。起きている時に塩を取ろうとすると怒るので、採取したい場合は眠っている時を狙いましょう。はーい。ピン。アキ、よかった、助けて。助けますか？助けません。てめえふざけんじゃねえぞ。後でどうなるか覚えとけよ。その拘束が取れるんだったらな。これって、あ、セーブできた。ここにね、電話があるのが、すごく気になると思うんですって言おうとしたんだ。うん。アキは電話の音にびっくりして、壁に激突して、そのまま息を引き取った。諦めません。諦めませんよ。カプセルだ。人が一人入れるくらいの大きさだ。しょうがないな。助けてあげるよ。そうしないと物語が始まらないし。助けてあげてもいいけど、吉野っていつも誰かのこといじめてるよね。はあ？何？それがどうしたってのよ。今後も弱い者いじめしないって誓ってくれたら、助けてあげてもいいよ。わかった。わかったわよ。もうしないからとっとと助けてよ。早くしないとあいつが戻ってきちゃう。あいつ？ひー、来た。出たよ。実験台にされちゃう。どうしよう。見つかったら捕まっちゃう。どこかに隠れなきゃ。どこか、隠れる場所は。小さすぎて体が入らない。小さすぎて体が入らない。実験台にされちゃう。で、まあ、ここかな。この中に隠れようかな。バレバレである、まあ、バレバレだと思うんだけど、まあ、一度はねやりたくなる、やりたい衝動に駆られる。バッドエンドも回収していこうぜ。見たいよね、バッドエンドも。うん、見たい。ファンファン。な、何？洗濯機。この叫び声がなんかいつも静香ちゃんに聞こえるんだよね。なんかリーゼントみたいになってるし。諦めません。もう一度頑張ります。もう一度頑張ります。ピン。助ける。で、ここはブワーッと飛ばしちゃって。ということで、どこかに隠れる場所がないかなということなんですが、これね、腹の割れた大きい男の遺体だ。この大きさなら隠れることができそうだ。もう絶対こん中隠れたくない、自分だったら。どうか気づかないで。ふわん。嫌な音。何の音？トントントン。何の音？風の音。ああ、よかった。いや、やめて。ああ、チェーンソーの音が。あらららららら、真っ二つと。どうやら化け物は去ったようね。助かった。いやーん、体が血まみれだわ。どこかで洗い流さなくちゃ。恐ろしい子。いっけない、吉野のこと助けるのすっかり忘れてたわ。てへ。恐ろしい。
クイックセーブできるのはすごく助かる。カプセルの中に得体の知れないものが入っている。というわけで助けよう。バーン。かわいい。さあこのソルトマンドレイクちゃんを、気絶させようと思います。ねえ、私が死んじゃうぐらいだからね。気絶している。塩を採取しますか。はい、塩を手に入れた。セーブしに行こう。セーブ。そうだ、あのパート1で言おうと思って忘れてたことなんですけども、私のね、学校、私のクラスメイトの女の子が、別に大してっていうか全然かっこよくない先生だったんですけども、担任の先生がねものすごく好きだったんですよ。で、ある時ホームルームで、あのその先生が、実はあの俺結婚することになったからって言ったら、あのその子なんかってなんか口を押さえて、あの泣きながらトイレに駆け込むっていう事件があって、うん、すごいみんなに内緒にしてたんだけどね、なんかその時に、あの子先生のこと好きだったんだ、かっこ笑いみたいなことがありました。どうなんだろう、なんか別に女子校だったわけでもないんですけどね、先生に憧れる時期ってやっぱりあるのかな。というわけで、あなたの墓、てんてんてん。うん、諦めない、諦めない。死んでしまったけど諦めない。吉野の墓、早乙女の墓、光っている。パッパッパッパ。で、あの RPG が苦手でアクションが本当に苦手っていう話をしたと思うんですけども、ここのね、岩左右っていうのヒントで、岩が邪魔して取れない、衝撃は、あ、そっか、アイテム何も取ってないのか。アイテム何も取ってない。塩しか取ってない。まだここは来れないか。よいしょ。上がれないしね。ああ、下手くそ。私下手くそ。どこやったっけ、忘れちゃったな。血が溜まっている。あ、ここか。バットを手に入れたら、エスカリボルグだっけを手に入れたので、じゃあセーブしてこの中に入って、アイテムを、あれ、アイテムを装備をして、バーンバーン。あ、ここに、あのここがくれるポイントがあるんですけど、ふー、入れた入れた。これね、生放送でやった時はもう全然隠れられなくって、何回も何回もやり直しをしたので、ほらこんなにね下手くそなんですっていうのを言おうとしたんですけども、すんなり入れたんですごくびっくりした。よし、血を、体の血を洗い流した。するとここが開く。水の音がなんか怖いんだけど。ミサオのパーツを見つけた。これ見つけたって出るだけで、もう一回ね、押さないとね、アイテムとして手に入らないんですよね。ミサオちゃん見つけと。ミサオの頭部を手に入れた。恐ろしいよ。よいしょ。ミサオちゃんの頭部を手に入れました。そしてまた上がれないっていうね。どんだけ下手くそなのかと。この、下、一休み一休みっと、まあ、そろそろ動画の尺になるかな。一回セーブしてここで終わっておこうかな。よいしょ。ミサオちゃんの頭部も見つかりましたしね。セーブする。セーブセーブセーブ。はい、というわけで、パート2もご視聴どうもありがとうございました。よろしかったらね、またパート3でお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。